こんにちは。今日は太ももが太い人いるじゃないですか。はい。太もも太い人の足のちょっと形をご自身で見てもらいたいんですけど、半長膝になってないですかっていう。半長膝。半長膝。知らない人が結構多いかもしれないんですけど、半長膝ってこういう風に膝って曲がるじゃないですか。はい。なのに逆に曲がってる人。女の子にすごい多い。あって、膝逆。逆膝の形みたいな。あの形になるともう足ってめっちゃ太くなるんですよ。足の関節の形が綺麗にまっすぐじゃないと足の脂肪がこう燃焼しづらくなるんで、今日は半長膝を直して足細くしましょうっていう動画を届けたいんですよ。半長膝で痛い、足がもう痛いっていう、膝が痛いとかいう人がいらっしゃるんで、結構お客さんでも。なんで半長膝を自分で直して、あの足の痛みも取れて足も太くなってっていう、この方法をですねご紹介したいと思います。やりますよ。もう基本的にここの前側の筋肉がギュッとめっちゃ収縮して、でここの前側の筋肉がギュッと収縮して、ギュンって全部がギュンってなるから、逆にこっちがめっちゃ伸びちゃってるんですよ。なんでこの前側の筋肉を緩めてこっち側を鍛えるっていう作業をすると半長膝良くなるんで、今からその方法をやりますね。一緒に。もう一番簡単なのはこのサランラップの芯で前側をこうやってほぐします。ちょっとこう1分間かけてほぐします。こうやって、あ、映ってます、映ってます。前側をこう本当ゴリ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 1分間緩めるだけ。もうサランラップの芯が大活躍です。いや本当っすね、うん、こういうの欲しかったね。なんかこうほぐせるものないかな。この前側の中でも、もうほとんどの人がこの内外側の前側がめっちゃ張ってます。絶対ね、痛いもんね。うん、いいね。カメラ撮ってる姿勢がセクシーだよ。セクシーに今日は撮ろうかなと思って字がこうなってるからちょっと今伝え忘れちゃった あら、クッションで少しこういう風に膝をこういう風に曲げた状態で、今度逆足やりますね。こういう風にちょっと膝をこういう風に曲げた状態で緩めましょう。前側のちょっと緊張を解いて、解きながらってことですね。そうです。半長膝にお客さんでもいるでしょ。半長膝います。半長膝、なんていうの、足が太いって悩まれてて、はい、でも実はそれがこういう風に半長膝が原因だよっていうのは知らないっていう人は結構多い。なんか足が太くて悩んでるんですよねっていう中から、でちょっと立ってみてってみるとめっちゃ半長膝。あんまそこを気にする人っていないですもんね、半長膝にスポット当て。そうだね、だから足が太いっていう悩みで終わってて、自分の半長膝じゃかどうかなっていうのはあんまり知らないよね。原因はそこにありましたね。はい、はい、1分経ちました。はい、したら今度このまた膝曲げた状態でこのすね、この分かった、いいこと思います。両手でこうやって持ってここにグッと押し付けて、こんな感じ。これを上からこうやって下にこうやってずらしていく感じ。こんな感じでちょっとずつちょっとずつこうやって、なるほどなるほど。これは時間っていうよりこうやって上からグリ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 コ。今のなしね。今のなしね。いやーず。うん、なしね。でグリグリグリってグリグリってちょっとグリ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 二往復ぐらいグリグリ。来るか来るか。グリ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 来るか。グリコ
やめてよ。そしたら今度逆、ここもグリ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 、結構押し付けてます。もうすねをへし折るかぐらいの勢いでグリグリ。すげえほぐれそう。でも痛い。あ、痛いんすか。痛い。ちょっと後でやってほしいから。痛い。これ押し付けてこうやってグリ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 。痛い。これ昨日走ったからだ。確かに5キロ、はい、高級ランを。そうグリ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 ってやったら、それ今度後ろを収縮させたいんで、うん、これクッション家にある、これクッション家にある、枕でもいいんですけど、ここにこうやって挟むんです。挟んだらこれを潰します。かかとを自分の力でグッてお尻に近づける、思いっきり。これを今から15回やります。一緒にやりますよ。せーの、1、2、3、4、5、6。足の裏の、もも裏の筋肉が引き締まる。これをやる。よし、ラスト。オッケー。さあ今度逆。引き締まりそう。足を。いきます。はい。1、2、3、4、5、6。なんだろうな。布団とかでもいいし、何かこう挟めるもの。13、14、15。はい。そしたらもう一回だけ右に行きます。せーの、1、2、3、4、5。これやるともうほんと熱い。いい。足の、足が冷えてる人絶対止まる。これ15。確かにこれいいですね。冷えの人とかいいかもしんないですね。うん、いきます。はい、2、3、4、5、6、7、8、9、10。こんなんだけだし。12。これで、よし、ラスト。しゃ、これをやることで半長膝が良くなって足が細くなるんで、やってもらいたいんですけど、半長膝の方は普段寝るとき布団の上にこうやって寝転がって寝るじゃないですか。そういう時にこういう何でもいいんで、クッションなり枕なりをこうやって入れて、膝を常にこういう風に曲げれる癖づけをしてもらいたいから、寝るときこうやって寝てほしいんですよ。なんでこういう風に寝るように心がけてください。じゃあご視聴ありがとうございました。